はい、今日はですね、サップをやる上でどういう服装で、サップフィッシングですね、やるにあたってどういう服装でやったらいいかっていうのをですね、紹介できればいいなと思います。で、基本的にはですね、サップフィッシングやるって言っても濡れないようにやればいいだけで、落ちないっていうのがまあ前提になりますね。なんで、落ちることを考えるんであれば、ちょっとまた話が全然変わってくるんで、まあ、ちょっと落ちない前提で進めていきたいと思います。で、まずですね、夏場もしくは春秋、あったかい時期、これだけあればいいよっていうのまずあるとすれば、こういうウェットパンツ、ウェットスーツ生地のパンツ、これ下半身こういうのつけてて、まあ、上半身はですね、こういう明るめのなんかジャケット、ちょっとあの色がなんかまだらになってますけど、これイカスミかけられてますけど、残念なことに。こういうの、着たりとか、まあ、上はですね、まあ、何でもいいんですけど、目立つ色の、まあ、なんかジャケット着てれば大丈夫じゃないかなと思って。ただ濡れる前提なんでですね、濡れてもいいやつで、下はもうこれ全然ウェットスーツ生地なんで、濡れても全然、暖かいですし問題ないかなと思いますね。で、夏場は特にですね、日焼け、紫外線ですね、もうこれはですね半端ないです。なんで長袖長ズボンがおすすめですね。で、秋口ですね、春のも寒い時期とかもそうなんですけど、そのあたりになるとですね、ちょっと上半身も寒くなってくるな、こういうのもあります。これ足からずっと来て上半身肩口まであるやつ、これロングジョンっていう形なんですけど、モンベルのですね、やつでなんかありますね、名前わかんないですけど、でこれはですね、あったかいですし、濡れても全然何も気にならないんでおすすめです。で、サップやっていく上でですね、ちょっと困るのがですね、おしっこ問題、はい、これチャックがついてるんでですね、全然可能です。これいいんですよね。で、まあ、これだけだと寒いよってことで、ウエットスーツ生地の今度上着だけっていうのもありますね。上着だけ、これはですねタッパーって言いますね。で、これもモンベルのさっきのやつと同じ、まあ、セットみたいなもんなんですけどね、多分。これ2つ着てれば、まあ、冬でもほとんど寒くないです。はい。で、まあ、これの上にこういう明るいの羽織ってればおおよそ問題ないかな。この2つあったらですね、オールシーズンいけるんじゃないかと思います。落ちない前提ね。で、落ちるかもしれないなとか心配あるんだったら、もうウェットスーツですね、サーフィン用のこういうやつですね。ウェットスーツ、これセミドライスーツですかね。で、厚みがですね5ミリとか3ミリとか2ミリとかあるんですけど、5ミリのやつが、あればあったかいです。落ちてもまあ大丈夫。ただこういうのどうせもしいいの買うんであれば、もうサーフィンとかもですねできるんで、そういうとこにも趣味広げてもいいかなと思いますね、サーフィン。で、こういうのもちゃんとしたやつっていうか、いいやつはまあもちろん高いんですけど、いろんなのあって、安いやつはですね1万ちょっとぐらいからあります。なんで試しにそういうやつ買ってみるっていうのも手かもしれないですね。全然ありだと思います。で、寒い時はですね、ブーツ、これはサーフィン用のブーツを私使ってます。サーフィンもするんでですね、趣味で、サーフィン用のブーツをそのまま使いますね。で、あとはグローブですね。
これワークマンのグローブ使ってるんですけど、寒い時とかは便利です。で、あとですね、そういや忘れてました、これウェットスーツのこれセミドライスーツっていうのがあるんですけど、この半袖でシーガルっていうのがあるんですけども、イメージ的にはこれの袖が、半袖がついてるやつ、まあ、それが1個あればですね、こと足りるかもしれない。オールシーズン、シーガル1個と、まあ、例えばジャケットとか、まあ、そういうのでもいいかもしれない。とりあえずあったかい時期に試すよってことであれば、まあ、これだけでもいいかもしれないですね。だからどの時期に、まあ、始めたいのかなとかやりたいのかなっていうのに応じて、いろいろ買い揃えたらいいかなと思いますね、ウェットスーツ。ちなみに、サーフショップとかがもし近くにあれば、いろいろ相談に行ってみるのもいいと思います。いろんなウェットスーツとか、もちろんサップフィッシングとかの知識があるところもありますんで、おすすめです。以上、参考になればいいなと思います。では、では。